はい、どうも皆さんこんにちは、アキラです。本日はこちら MacBook Pro M1 Max 16インチが到着しました。やっと来ました。長かった、ほんまに長かったんで、はい。僕はね、発表会の時に動画をね出したと思うんですけれども、発表会が終わって10分ぐらいでね注文したにもかかわらず3週間ほどの納期というところで、僕はね、本日やっとね待ちに待っていたこの、M1 Max が到着したというところで、今回はこれを使ってですね、動画制作がどこまでいけるのかっていうのをもう完全にね、徹底的に皆さんにねお伝えさせていただければなというふうに思っております。この動画はアートリストの提供でお送りしています。これがね到着したのはねもう今日ではなくてちょっとだけ前になるんですけれども、僕もね結構仕事柄、いろんな映像をね作る機会がたくさんありますので、それで、実際のねパフォーマンスを見ていったりだとか、あとはどういった人におすすめなのか、そういったところを、しっかりと、いやほんまにしっかりとお伝えしていけたらなというふうに思っております。というわけで早速やっていくので、なのでチャンネル登録まだの人はぜひしていってください。まずはね、僕が購入したモデルのスペックとか、あとカラーとかですね、実機を見ながらちょっとね実機をお見せしたいと思います。こちらがね、僕が購入した MacBook Pro です。16インチなのでねかなり大きいですね。僕ね M1 のシルバーのね MacBook Air も持ってるんですけど、これぐらい大きさが違うんですよね。でね、ここにね iMac の27インチもあるんですけれども、結構ね Mac も増えてきて、いろんな用途でね使うんですけれども、今回も僕はねシルバーにしました。で、このね MacBook Pro のスペックはねこのような感じとなっております。チップはね M1 Max にしております。そしてメモリが 32GB と、ストレージも 1TB のものとなっております。このような感じで、もう多分ねたくさん皆さんレビュー動画見られてると思うので、細かなね筐体のね変化とかも僕は省きますが、大体ねこんな感じになっています。このやっぱりねこのノッチ部分が出てきたりとか、あとはスピーカーのね音量がすごく良くなっていたりとか、様々な変更点はあったんですけれども、じゃあ実際にこれがねどれぐらいのパフォーマンスを発揮できるんやと、そこなんですよね結局はね。なのでそれをねちょっとねこっから見ていきたいなというふうに思います。今回はプレミアプロとファイナルカットプロと、あとダヴィンチリゾルブ、この3つを見ていきたいなと思います。でメインはちょっとダヴィンチリゾルブで、よりね僕のこう専門領域として、見ていくんですけど、プレミアもファイナルカットも見ていきますよと、そういったね内容になっています。というわけで、はい、画面はねこんな感じで今ねやっているんですけれども、まずはこのプレミアプロのタイムラインに、YouTube 系のね動画、ちょっとねこれ Vlog の1個で、僕のね1日の動画近日公開するんですけれども、これをねちょっと取り込んでみます。でこのね、映像をプレビューするものにはね全然問題はないです。でこのフッテージは 4K422.10bit っていうね、かなり情報量が多いものになりますが、全く問題なくねプレビューがサクサクできています。はい。ですのでここにねちょっと、さらにいろんな色付けをしていきたいなと思います。これね僕が作っているラットなんですけれども、興味ある方はぜひね概要欄から見てみてください。本当にサクサクっすね。これ 4K の素材なんですけれども、全然問題なく、プレビューがねできています。ちょっとねいろいろと複製をしていきたいなと思います。はい、こんな感じで、こんな感じでめっちゃ適当なんですけど、いろいろ 4K の動画こんなに複製してますが、全くプレビューについては問題なさそうですね。これすごいね。フル画質で、プロ機種とかを1個もやってるわけではありません。はい、というわけで、M1 Max ってね、正直、これぐらいはね、全然余裕でやってくれるんですよ。なので、僕とかはね、映像制作のお仕事とかをしているので、よりね、こう仕事としてやる時のような、環境にね、寄せてここからね、やっていきたいなと思います。なので次は、ロー動画ですね。4K のウルトラハイビジョンの、60フレームの 12bit のキャノンのロー動画、シネマローライトというね、素材をちょっと取り込んでいきたいなと思います。はい、取り込みました。これがプレビューできるのか、問題なくできていますかね。これもちょっと、カラーを乗せてみましょう。あ、かなりでも、はい、こんな感じで 4K のロー動画ですら、全く問題なくプレビューができておりますね。じゃあこれをさらに複製してみましょう。はい、というわけで今ね3枚組にしましたので、プレビューさせていきます。はい、12bit のキャノンローが余裕で
再生されてます、はい、そしたら次はダヴィンチリゾルブでちょっとね見ていきたいなと思います。これねこの前ちょっと僕ハイキングしてきたんですけど、そのね Vlog 作ってる途中のものがあるのでこれをね見ていきます。これは全て 422.10bit の 4K で撮影をしたものになります。こんな感じでサックサクですね、はい、正直全くこれプロ棋士も何も作ってないんですけども、もう全然余裕ですね。なんかもう序の口って感じが出てますね、はい、でちょっとこう重たくなるような、まあ、効果をねつけていきたいなと思います、まあ、例えばこういう系かな、やっぱりレンズフレアとか、まあ、こんな感じのものを、まあ、いっぱい複数つけていったとしても、はい、全然問題ないです。あ、ちょっとだけ今遅くはなってますが、まあでもプロ棋士も全然ない中でこれは、まあ、相当いいんじゃないかなと思います、はい、じゃあね、ブラックマジックローを入れましょう、12bit の 6K で撮った撮影したものですね、はい、これねブラックマジックローで S1H で収録をしたブラックマジックロー 12bit のものになります。これがプレビューできるのか見ていきましょう。はい、うん、全然問題ないですね。はい、サクサクですね。はい、じゃあ、ちょっとね一旦カラーを軽くつけてみました。はい、全然問題なさそうですねこれも、うん、じゃあまたねこれを複製してみましょう、どうなるかっていうところなんですけど、こんな感じですね。はい、3枚重ねてみました。全然問題ないですね。すごいなこれは、うん、はい、今4枚目重ねましたが全く問題なさそうですね、はい、フレーム全く落ちていません、まあ、これね永遠にかすあの続きそうなんでもうここでやめますけど、まあ、すごいですねこれ、はい、やっぱりもう全然サクサクですね。じゃあ次が、キャノンのローライトですね。さっきのやつ、さっきの C200 プレミアでやっていたやつなんですけど、ちょっとこれはね重たいと思うんで、こっちでも見ていきましょう。まずはプレビューですね、はい、これはまあ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 やっぱできますね、ローでも、うん、12ビットのローですけど、はいはい、じゃあ7枚でいってみましょう全然余裕ですね、すごいなマジで。はい、というわけで、まあ、全然問題ないと、はい、ダヴィンチリゾルブでも、まあ、プレビューとかねやっぱりこういうような編集は、まあ、全然正直問題ないんじゃないかなと思います。じゃあ最後ちょっとねファイナルカットプロでも見ていきましょう、このような、まあ、僕の前のね Vlog とかを入れてみました、はい、これもね全然やっぱ余裕ですね、全く問題ないんじゃないかなと思います、はい、こんな感じでちょっとねこれもいろいろと重ねていってみましょうか、はい、全然余裕そうね、はい、ちゃんと再生できてます。で、品質優先かな、はい、はい、これ品質優先にしました。パフォーマンス優先じゃなくて、まあ、そのよりね画像をきれいに、プレビューさせるモードでやってるんですけど何も止まってないですね、はい、すごいな。はい、じゃあちょっとこれにね、まあ、全体にラットをかぶせて、まあ、色をねつけてみましょうか、はい、どうやいけてますね、はい、余裕そうですどうやら、はい、はい、というわけで、いかがでしょうか、まあ、プレミアダヴィンチファイナルカットと使いましたが、まあ、かなりの、ね、パフォーマンスをお見せできたんじゃないかなと思います。でただですねやっぱりねもっとこう編集をしていくうちにエフェクトかけたりレイヤーが重なったり、まあ、いろんなねトランジションを入れたりとかテロップ入れたりとか全体をね通して再生するときってやっぱりまた環境が変わってくるので、ちょっと今回は、まあ、僕が過去にね実際に制作したミュージックビデオのタイムライン、まあ、ダヴィンチリゾルブ上にはなるんですけど、それをちょっと開いてほんまにちゃんと編集の画面でも動くのかっていうのを、ここから見ていきたいなと思います。そしてこの、M1 と、比較した時にどっちの方がちゃんと書き出しができるのかっていうのを、そこもね見比べていきたいなと思います。はい、というわけでですね、これが僕がね以前実際に制作をした、ミュージックビデオになります。まあ、ちょっとね曲をかけることはしないんですけれども、大体ねこんな感じのタイムラインですね、まあ、これぐらいがっつり僕は普段やっているので、まあ、これでねちゃんと動けばね、まあ、すごく嬉しいかなといった感じです。素材に関してはソニーの α7S3 を使っていて、でファイル形式は 422.10bit の 4K60 フレームっていうものでほとんどをね撮っております。で、カラーグレーディング自体も一つのクリップに対してかなりね、高負荷な作業をね行っております。元のね素材がだいたいねこのような感じとね、なっているんですけど、カラーグレーディングでかなりねパキパキっとさせて、スキントーンも補正して、光のねエフェクトも加えてみたいな感じでやっていますので、かなりね、まあ高負荷な編集作業にはなっているんじゃないかなと思います。これが実際にプレビューができるのかどうか、見ていきたいなと思います。
はい、今いけてますね、24フレームはい、重くなりだしましたね、ちょっとだけ。まあでも全然、あー、はい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 、まあ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 、まあでもやっぱり重たくなりますね、これだけ重なってると。滑らかなところは滑らかなんですけど、やっぱりスローモーションをかけたりとか、あとは光のねこうエフェクトを使ってるところがちょっとね重たくなってる印象ですね。はい、まあぶっちゃけね、このねレイヤーの数、こんだけクリップ並べへんかったらええやんっていう話ではあるんですけれども、このねミュージックビデオの、まあ、編集ってその音に合わせる必要があるので、基本的に音に一旦並べたクリップって消さない方がいいんですよ、効率的にもね。やっぱりこれをもうちょっと使いたいとか、もうちょっとだけ引っ張りたいという時に下にねやっぱり置いておく必要があるので、これはねどうしてもやっぱり消すことってなかなか難しかったりするんですね。なのでこれで編集がねちゃんとできているのであれば、全く問題ないかなと思います。まあ、ただね個人的にはこれぐらいの感じであればまだ全然許容範囲なのかなというふうには思います。まあ、ただですねやっぱりこうもっとこうこれでもどんだけエフェクトかけてももっとスムーズなんじゃないかなっていう風なイメージがあったので、まあ、ちょっとだけこうある意味想定外というか、意外とあ結構止まるんだなという風なね、印象は正直、受けているといった感じになっております。はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、最後はねダビンチリゾルブに限った話ではなるんですけど、まあ、他の編集ソフトでも大体はね一緒なんじゃないかなというふうに僕は、思います。でやっぱりね、まあ、僕も映像制作のお仕事をしていたりとか、まあ、ミュージックビデオを作れば、まあ、CM を作ることもあるし、まあ、映画のね撮影をしたりもすることもあるんですけども、まあ、これをこう 100% 快適にできるのかって言われたらやっぱりねしんどくなってくる場面もね、まあ、やっぱりあるんじゃないかなというふうに思ったっていうのと、このね MacBook Pro もね、よりフルカスタムじゃないので、まあ、まだねカスタマイズの余地はあるので、まあ、それをねやってもいい人もね当然いるんじゃないかなというふうな僕は印象を受けました。ではここからはですね書き出し時間ですね、今回の MacBook Pro は要はそのグラフィックの性能が上がったということなので、書き出しにどれぐらいのね時間がかかるかっていうのをこの M1 Max とこのね M1 でこのね、ミュージックビデオのタイムラインを書き出しをしていきたいなというふうに思います。その時間をね今から検証をしていきます。はい、というわけでこのね2つを書き出していきたいんですけど、このね M1 の場合だとね、まずねこのプレビューからねもうだいぶカクカクなんですよね。もうねこの結構ねもうプレビューの段階でもだいぶきつそうなんですよね M1 だと。逆にね M1 Max やったらまあこんだけね結構スムーズにいってますね。はい、まあこう見るとね結構な違いですよね。これ全く同じタイムライン入れてるんですけどこんな感じですね。はい、じゃあ一旦ねこっから書き出しの時間を見ていきたいなと思います。 4K で書き出そうかなというふうに思います。書き出し始めます。まあちょっとだけハンデで一瞬こっちからいきましょう。はい、よーいスタート。こちらもよーいスタート。はい、始まりました。まあ、これで大体ね、どれぐらいで駆け出しができるのか見ていきたいなと思います。もう一度言っておきますがこのねタイムラインはかなりえげつないことになってますね。はい、ちょっとだけ待ちたいと思います。はい、もうね間もなく M1 Max の方終了しそうです。はい、終わりました。 100% タイム3分3秒ですね。こちらが今どれぐらいかと言いますと、はい、こっちがね今 23% なんですよ。でこっちもすでに終わってるっていう、やばいねこれ。いやなかなかの差ありますよ。まあこれぐらいが普通だと思うんですよ正直。 M1 ぐらいの駆け出しがまあ一般的なね PC でやるとこれぐらいなんですけど、やっぱこっちはね結構もう頭おかしいですね駆け出しとか。うわーすごいな、やっぱこれすげえっすわみんな。はい、間もなく M1 の方もね終わろうかとしています。もう本当に少しで終わりますね。はい、終わりました。こんな感じですね。まあここに厳密的に書いてるのが12分24秒と、こっちの M1 Max が2分55秒ですね。はい、10分間のね差の違いが生まれました。これだけ違ってくるとね本当に仕事のパフォーマンスも影響してくるので、いやこれはねなかなかでかい結果が出たんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。やっぱりねこの書き出しになってくるとさすがにね差が開いて、まあ M1 Max の方が当然ね早かったっていう、まあ
結果にはなりました。ぶっちゃけですね、この M1MAX の MacBook Pro って実写のねところっていうよりもその CG とか VFX、 その要は 3D 系、よりグラフィック性能をより使うパフォーマンスの時の方がパフォーマンスをね発揮できるんじゃないかなと思うんですね。で僕はやっぱりその実写を専門としてやっているので、まあ、そういう CG とか、そういう VFX 系はねまだそこまで僕はね、詳しくはないんですけれども、僕が今普段ね一緒にチームとして活動しているこのデミクロの、そのジュリアンさんというね VFX CG アーティストがいらっしゃって、で彼がねそういった分野がかなりね専門分野になっているので、ちょっと彼にねこの M1MAX の MacBook Pro でいろいろとね検証してもらいたいなと思います。なので、まあちょっとね実写は一旦ここまでとして、よりねその先の 3D、CG とかそういったところを、ちょっとねここから見ていきたいなというふうに思います。はい、というわけで今こちらあのデミクロのオフィスなんですけど、チームのメンバーのジュリアンさんに、ちょっと今回はグラフィックの要素 CG とか3D、VFX とかの部分でちょっとね僕も全然専門外のところなんで、そこをいろいろとあの確認してもらいたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。初めましてですね。あのこの動画の全ての CG を作ってくださった方です。100万再生いきました。今このこっちが M1 でこっちが M1MAX ですよね。単純にちょっと速度の違いみたいなところをちょっと見てみたいんですけど、うん、今から開くプロジェクトは After Effects の中にある 3D レンダリングの、まあ、これシーンですね、うん、要はあの After Effects の中で 3D シーンが作れるっていうあの、うん、プロジェクトなんですけど、もともとこれで作ったんですよ、この MacBook Pro、 32GB の MacBook Pro なんですけど、はい、ただこれでもうカッツカツでした、うん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 、作るのにね、うんうん、はい、なんで、まあ、まずちょっと M1 で触ってみましょうかね。まず1個だけ気づいてほしいんですけど、これ同時に開いたんですよ。見てください、はい、このプレビューのレンダリングのまず速さ。ほんまや、めちゃめちゃ速いんですよ、こっち。ほんまっすね。こっちもうすぐ4秒経つんですけど、まだこっちね 1.5 秒ぐらいなんですよ、レンダリングは。まずここっすね。おお、はい、もうこっからちゃいますね。ちょっと触ってみます、ね、ちょっと詰まってます。あ、 M1 でもこんな感じなんですね。そうなんですよ、詰まるんですよね。でもこれでも速い方っすよ。あ、やっぱりさすが M1 だなと思いますね。はい、ちょっとこっち、俺これ今初めてこれを触る。いきますね。はい。速いですね。めちゃめちゃ速いですね。やばいですね。全然。あ、ごめんなさい、なんか押しちゃいました。あ、すごい。あのこれちなみにあの僕らのオンラインスクールで、はい、これ教えてるプロジェクトなんで、そうです、興味あれば。概要欄のリンク、はい、皆さん再生してみますね、はい、いきます。ただもうレンダリングはプレビューのレンダリングはすでに今倍以上ですね。いきます。はい、どっちが先早くいくか。あ、もうあからさますね。見てください、こっちまだこんだけですけど、はい、ちょっとフォントが違うのはアキラ君の PC に多分入ってないフォント僕使ってるんですけど、ほらもう終わりますね。見てください、スピード。今こっちが2秒過ぎて、もうこっちほぼ終わりですね。ほんまや、はい、うわ、結構触りますね、まあ倍ぐらいですね。あ、もう終わった、はい、でこっちがあと3分の1ぐらい、はい、もうこっちはほらもう次行ってますね、はい、もう待ってます、待ってます。よいしょ、やっと終わった。あ、結構ちゃうですね、はい、これ多分アフターエフェクトで一番重たい作業かもしれないです。これがすごいシンプルなシーンやったけど、もうちょっと肌感はえぐいですね。あ、これはそうです、ね、あ、やっぱレンダリングとかこういうプレビューで2倍速いっていうだけでどれだけ時間をあれできるか、要はまあシンプルに計算すれば1時間、2時間かかるものが1時間以内で終わるみたいなもんだと思うんですよ、これが。M1 も十分早いです。十分早いですけど、全然早いです。想像つくでしょ、これでどんだけ時間かかったか。画面がめちゃくちゃ綺麗。あー、なるほど。もうすっげー綺麗、全然ちゃう。おー、めっちゃ綺麗。綺麗ですね、確かに。めちゃくちゃ綺麗。フォントダサいけど。グラフィック系やる人らは絶対こっちのところですね。もう 100%ストレスないっすね、全く。うん、すごい、素晴らしい。こっちも十分速いです、うん、まあ、言うて16ビットでこの速さで今レンダリング一応できてるんで、はいはい、ただ32ビットでこのスムーズさはやばいっすね。ありがとうございました。いえいえ、すいません、なんかこんなんでね、とんでもないです。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、今回はね、実写と 3D と CG とね、その2つをね、元にこの M1MAX の MacBook Pro どこまでね、パフォーマンスが発揮できるのかというところをちょっと実験しながら皆さんにね、お伝えをさせていただきました。僕自身ですね、高負荷な作業をするときとか、まあ、カラーグレーディングでよりね、大画面が必要なときはこのね、iMac を使って編集をねしていたんですけれども、今回今ねやっぱりねこういう持ち運びの Mac でももうちょっとねこうパフォーマンスが上がったらなっていう風に僕はずっと思っていて、 M1 もねすごく素晴らしかったんですけど、もう一踏ん張り僕はねやっぱり仕事柄必要だったので、このね M1 の MacBook Pro を、購入させていただきました。で実際に僕もね、まあ、YouTube の動画であったりとかカラーグレーディングだけの仕事であったりとか、こういうねがっつりとしたミュージックビデオの編集とか本当にいろんなことをしているので、まあこれだけのねちょっとこう世間的にオーバースペックのようなパソコンも、まあ、僕にとっては結構ね必要なところにはなるので、非常に購入してよかったなというふうに思っております。では最後にですね、この M1MAX と M1 どちらをね購入すればいいのかっていう話なんですけれども、まあ、僕が思うに9割の人はこのね M1 の方で全然問題ないかなというふうに僕は思っております。このね M1 の方でも、まあ、正直全然ねこと足りるんですね。まあ、僕の普段の編集作業とか仕事の、まあ、6、7割ぐらいは全然これでねもう全く問題ないかなといった感じです。ただ他の、まあ、仕事としてやるときかな、やっぱり、うん、作品を作るときに、このねこれぐらいのハイパワーのマシンがないと逆にできないっていう場面も少しねやっぱりあるんですね。でもまあほとんどの人がそういったような状況ではないと思いますし、まあ、映像をね作っていく段階で、まあ、初心者の方とか中級者の方とかそういった方でも全然ねこの M1 MacBook で賄えるので、まあ、僕はね無理して MacBook Pro の M1 Max とか M1 Pro とかをね使う必要は全然ないかなと思いますので、まあ、動画始めてみたい、イラストデザインをしたいとか、まあ、そういったね、まあ、学生の方とかそういった方は全然この M1 で問題ありませんので、そのように理解してもらえたらなと思います。はい、というわけでですね、本日はこのね M1 Max MacBook Pro のご紹介、そして、実際のね実力試しをさせていただきました。まあ、やっぱりね僕もその映像制作というところに特化していろいろとやっておりますので、まあ、僕自身ね何かしらこう皆さんの参考になるような実験がねできたんじゃないかなというふうに僕は思っております。というわけで皆さん、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではねこういう動画の作り方であったりとか、ガジェット、アップル製品の紹介とか購入レビューとか、あとは Vlog とか本当にたくさんのね動画を出しておりますので、ぜひね興味ある方はチャンネル登録といいねしてもらえたら幸いです。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。以上、アキアでした。またね。動画制作で利用できる楽曲を無制限にダウンロードできるサービス、アートリスト、 YouTube 動画や CM、 プロモーションビデオまでの様々なシーンで使える曲を1万4000曲以上用意しています。あなたに合った音楽で作り出したい世界を実現しませんか？概要欄のリンクから登録すると2ヶ月間無料で延長できます。さあ、一緒に始めよう。アートリスト。